足パカでしっかり内ももに効かせるために必要なことをやっていきます。どうもパーソナルトレーナーの金パパです。今回はですね、内もも痩せについてご紹介をさせていただきます。内もも痩せで代表的なのが、足パカっていうエクササイズがあるんですけど、ちょっと YouTube 見てたらですね、足パカの達人っていうですね、オガトレさんのすごい面白い企画を発見したんですけど、足パカやっても内ももにうまく効かせれない方って結構ご相談多いんです。前ももパンパンになっちゃったりとか、腰が痛くなったりとか、腹筋が逆にきつすぎるみたいな感じで、思った通りに内ももに効かせれない方がですね、意外と多くなっているんです。なので今回は足パカでしっかり内ももに効かせるために必要なことをやっていきます。そして最後に一緒に足パカをやっていただいて、しっかり内ももに効かせれるようになるっていうところをですね、目標にやっていきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思いますので、一緒にやっていきましょう。それではですね、まず1種目目、内ももに感覚を入れていきたいんですけど、しっかりちょっと先叩いていただいて、ここ使うんだよっていうのを体にインプットしてあげていきます。そうすると叩くと若干刺激が入ってきますんで、さらにですね、タオルとか、あとはボールとかですね、よく柔らかいボールとかでもいいんですけど、もしくはなければ手をこうやって添えていただいても OK です。それを挟んでいきます。挟んだらですね、つま先とかかとしっかりくっつけていただいて、それを閉じて開くっていう単純な動きを1分間一緒にやっていきましょう。ではスタートです。閉じて開いて閉じて開いてを、これを繰り返し行っていきます。で、閉じた時にちょっとキューッと止めてください。内ももの筋肉がギューッとなっているのを解放してあげるっていうような感じですね。開きすぎてしまうと少しタオル落ちてしまいますので、タオル落ちない程度に閉じて開いて、もしくは1分間ずっと小刻みにやっていただいても大丈夫です。ギューッと、内ももにギューッとなる感覚があれば OK ですので、そのまま繰り返していきましょう。閉じて開いて、ふい、閉じて開いてですね、内ももにしっかり力を感じつつ、背筋が丸まってくると力入りにくくなってきますので、しっかり背筋伸ばした状態で繰り返し行っていきましょう。閉じて開いてと、ぎゅーっと、はい、 OK です。そしたらですね、2種目目に行くんですけど、この座っている状態、足がですね、曲がっている状態に使われる内ももの筋肉と、足が伸びている時に使われる内ももの筋肉が、若干ちょっと違いがありますんで、今度は足を伸ばした状態で鍛えていきます。では2種目目はですね、寝た状態で行っていきます。上の足を前に倒していただいて、下の足伸ばしてください。こんな感じですね、足は体の真下にあるような位置が理想的になってきます。その状態から上げ下げじゃなくて、上で止めた状態でひたすら1分間ですね、こう小さく小さく小さく内ももの筋肉を最大限縮めていきますんで、一緒に1分間やっていきましょう。よーい、スタート。もう小さく小さくですね。で、上の腰が上がってきてしまうと内もも入りにくくなりますんで、上の腰ちょっと下げてあげながら小さくしてあげると、内ももにかなり力が入りやすくなってきますので、上の腰がきついなという方は、上の腰下げながら足を小さく小さく小さく上に上げていきましょう。で、これでつま先側とかかと側、細かく言うと微妙に鍛える側変わるんですけど、今はもう気にせずに、ただ内ももに感覚が出ればいいので、小さく小さく小さく、もうひたすらひたすら、ちょっとね、1分間やると結構きついんですけど、小さく小さく動かしてください。で、下の大天使がですね、ぶつかっていたい方は体少し前に倒していただいたりしないも大丈夫です。さあ、もうちょっとです。さあ、繰り返し小さく小さく、内ももがギュッ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 ってなるのを確実に感じていきましょう。よしよしよし、はい、 OK です。そしたらですね、反対側いきます。同じように反対側も1分間やっていきましょう。では、この状態からですね、よーい、スタート。上げた状態、もう小さく小さく小さく、で、上の腰をですね、下げながらちょっと足を上げてあげる感じですね。足が上がれば上がるほど内もも入るかというと、そういうわけではないですね。しっかり骨盤が動かない状態で、股関節だけ動かすのが大事になってきます。
内ももの力がギューッとなって足が上がるっていう意識をしてあげてください。繰り返します。小さく小さくですね。1分間やると結構いい感覚が入っていきますんで、その状態しっかり大事にしながら繰り返し行っていきましょう。よし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 と、さあだん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 って内ももの感覚が少しずつ育っていきますんで、今は最大限内ももの筋肉をぎゅーっと縮めてます。さあもう一息です。繰り返しましょう。あと10秒切りました。よし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 、はい、 OK です。そしたらですね、今度今縮めました。2種目で縮めてったんですけど、足ポから伸ばす動きも必要になってきますので、伸ばす動きをしていきます。3種目目はストレッチをしていきます。片足を伸ばします。手を肩幅についていただいたら、足真横に伸ばしちゃってください。そのまま足を後ろに引いていくだけですね。引いていくだけで、でその引くときなんですけど、腰丸まったら意味ないので、腰を反りながら引くっていうのをまず前後運動30秒繰り返して、その後30秒間伸ばしていきます。はい、行きましょう。よーい、スタート。しっかりですね、腰反らしながら足の付け根ですね、内側がじんわり伸びている感じが後ろで感じられると、後ろに引けば引くほどですね、内ももが伸びている感じが出ますんで、そのままお尻をしっかり後ろに引いて、腰を丸めずにしっかり反った状態でっていうのが大事になってきます。ゆっくりゆっくり後ろに引いていきます。で最後ですね、そのまま残り30秒ゆっくりストレッチしていきましょう。さあ、しっかり腰反ってあげたまま、お尻後ろに引いた状態ですね、内ももじんわり伸びるようにストレッチしてあげてください。はい、OK。そしたらですね、足を入れ替えていきます。さあ、この状態から反対側も同じように後ろに回って、30秒一緒にしっかり足反りながら、お尻引いて内ももですね、伸ばしてあげてください。軸足に体重が乗りすぎてしまうとあんまり伸びなくなりますんで、しっかり伸ばしている方も内ももですね、体重かけながら伸ばしていきます。さあ、前後運動しっかり30秒間やっていきましょう。じゃあ、ゆっくりお尻引いた状態で伸ばします。そのまま30秒キープです。しっかり腰反ってあげてください。ゆっくりゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸もしっかり繰り返していただきながら、できるだけですね、伸ばすじゃなくてリラックスしてあげるだけで十分です。リラックスしていきましょう。はい、 OK です。縮める動きして伸ばす動きしたので、足パカに必要な動きはやっていったので、最後足パカで締めていきます。無理はしなくて大丈夫ですので、一緒に3分間やっていきましょう。足パカ3分間やっていくんですけど、ちょっと軽く足開いていただいて、内外と少しですね、足の付け根を動かすようなイメージで、ちょっとゆっくりですね、足の付け根からゴリゴリゴリ動かしてあげるようにですね、ちょっと股関節の中ほぐしていきましょう。 OK です。そしたらですね、その状態から開いていくときは、さっきストレッチしたみたいにですね、しっかり内ももの伸びを感じてください。で戻すときはタオル挟んだり足上げたときのようなイメージで、内ももが縮むことによって足が上がっていくっていう状態を意識していきましょう。で早くやる必要ないです。ゆっくりで全然大丈夫です。で壁があった方がですね、ももの前の力が抜けて腰が丸まるので腰にも効きにくいです。壁がない方は膝曲げてやってください。そうじゃないと足伸ばそうとすると太もの前パンパンになりますし、お腹きつくになりますんで、膝曲げてあげましょう。でベッドにですね、太ももの裏だけくっつけるとかでも全然 OK ですんで、では一緒に3分間やっていきます。よーい、スタート。内もも伸びを感じて、内ももの力で閉じてあげるっていうのが大事になってきます。
壁ある方はですね、少し壁の力を感じて力を借りていただいて大丈夫です。はい、そのまま繰り返します。しっかり開いて内もも伸びたなーっていうのを感じたら閉じるですね。最初のうちがむしゃらに早くやっちゃうとどうしてもですね、自分の体の得意なところ、ももの前とかですね、使ってしまいますんで、最初のうちはゆっくりですね、しっかり内ももが伸びて、で内ももが縮むことによって足が閉じてくるっていうのを意識しながら繰り返し行っていきましょう。よいしょ。ももの前の力が入りすぎてしまうと足がボキ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 ですね、股関節の中がなってしまいますんで、少しかかとで壁を押すようにしていただくと、あの音鳴る感じが少し収まります。ボキッと鳴らずに済むので、足をこっちに上げようとするのでボキボキなってしまいます。特にももの裏硬い方ですね。なので無理はせず、かかとで少し壁を押すようにしていただいて、内ももの力で足閉じるっていう意識していただくと、股関節の音も鳴らずに行うことができます。よいしょ。で膝曲げてですね、壁なしでやっていただいている方も、少しですね、足を自分の方に上げすぎてしまうと股関節の中ボキボキなっていきますんで、少し下ろし目にしてあげてください。ももの裏が伸びすぎてしまうと鳴る傾向になります。よいしょ。繰り返します。内ももを意識しながらですね、これ早くやっているといい、もういいんですけど、そうするとあんまり効いてる感じがしないので、しっかり閉じて開いてゆっくり繰り返してあげてください。内もも意識です。内ももで最大限に伸ばしたところから縮めてあげるっていうのが大事になってきますので、伸ばせるところまで伸ばしてゆっくり縮めてあげましょう。で慣れてきた時に早く早く早くっていうのが大事なんですけど、基本的に筋肉が縮まるにはですね、5秒ぐらいかかりますんで、これぐらいのペースでも全然 OK です。さあ繰り返していきましょう。イメージね、余裕のある方はですね、ちょっとお腹へこましてあげるとさらに腹筋も使うことができますんで、繰り返しを行ってください。さあ3分がですね、地味に長いんですね。このやり方だと5分とか10分ちょっとやるのも難しいですね。5分とか10分できる方はそれぐらいやれることをやっている感じになりますので、3分しっかり完全燃焼していきましょう。よいしょ。繰り返します。ふい。よいしょ。さあ最後までですね、しっかりももの内側意識しながら、はい、OK です。それでゆっくり膝曲げていただいて降りていきましょう。お疲れ様でした。で足パカをやる時のポイントとしてはですね、まずしっかり内ももを起こしてあげるですね。で足パカを行う時は内ももの筋肉を縮める動きと伸ばす動きがどっちも大切になってきますので、まずは事前にしっかりその感覚を入れてあげる。そうすることによってですね、前ももに入るとか腰が痛いとかお腹きついっていうのを防ぐことができますので、ぜひですね継続してやってみてください。あ、娘との時間だということで、今日はここら辺で失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。内ももが楽ですか。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。